大丈夫、ラン。平気だよ、ヨメ。主よ、慈悲深き常在の光を、私たちをお守りください。こんなよくわからない場所でも。ええ、主はどんな時でもどこにいても私たちを見守っていてくださる。きっと祈りを通じるはず。嫁は本当に敬虔だよね。隣にいると心が洗われるわ。気を抜いちゃダメよ。闇に取り込まれてしまう。え、闇って何か悪いものか？悪いものというか、この空間自体が持ってる力がね。空間自体が持ってる力？教会に行くと感じるでしょ、聖なる力を。空気が綺麗だなーくらいは感じるぞ。ここはその逆なの。確かに息苦しいな。ここはよどんだ空気はよどんだ力が生み出してるの。そしてここにはその力を一身に受け止めてる存在がいるのよ。怖いのか、まさか。そうね、しかもそいつはもうそう遠くないところにいる。私の愛が嫁を導くからだ。ランの愛が。それ以上に強いものなどこの世のどこにある。主の愛より深く強いものなどないと思うけど。主の愛と同様、私の愛は嫁を守り導くものなのだ。それは心強いわね。うん。ちなみにその怖い存在は、
そこの扉の向こうにいそうなのよね。マジでか。凶悪。残念ながらマジね。凶悪かどうかはわからないけれど、いずれにしても先に進むしかなさそうね。主よ、お守りください。待て嫁、ちょっと待て。何？乗り込む前に嫁の髪の香りを嗅がせてくれ。まあいいけど。ラン？ちょっとラン、大丈夫なの？ゴールできたらもう一人と一緒にか。ってことは俺がゴールできたら篠崎をこんな妙なところから助け出せるってわけか。さっきから岸沼くんが何度も私の方を見てる気がするんだけど、顔に何かついてるのかしら。よし、参加してやろう。ヨシキ、本気で言ってるのか。ああ、ゴールできたらここから出られるんだろう。しかももう一人と。だったら参加しない手はないだろう。それはそうだけど、いや、ダメだ、このゲームはやっちゃダメなんだよ。どうしたんだよサトシ、向きになって。だからこのゲームは危険だって言ってるんだ。もしかしたら命に関わるかもしれない。命だ？んなこと言って単にラブコメしたいだけじゃないのか。違う、冗談じゃな。じゃあ誰が篠崎を助けるんだよ。お前じゃ、拉致が開かねえんだよ。篠崎は俺が助ける。文句はないな、サトシ。よしき。岸沼くん、さっきから何言ってるの？私別に岸沼くんに助けてほしいなんて言ってないんだけど。え？というか、とりあえず従ったふりをして幸子さんの隙をつこうと思ってたのに、余計なことしないでよね。そうだったのか。ほんと、素人は黙ってればいいのに。さすがにここまではっきり否定されるときついぜ。でも
今は非常事態だからこんなこと言ってるだけで、冷静になれば篠崎だって。そのためには俺が頑張らねえと。幸子、その脱出ゲームってやつ、俺は乗ってやるよ。そう、幸子、ちょっと嬉しい。なんだろう、あの岸沼って人を見てると胸がドキドキする。どうしたの、ナーナー、なんか心配事？ちょっとね。ナリちゃんはこの場所なんだか見覚えがあるって感じがしない？私は別に。そっか、じゃあ私の気のせいかな。ナーナちゃん、私どうしたの、千早ちゃん。千早、言いたいことがあるならはっきり言いなよ。だから、その、もうイライラするな。何なの、ナリちゃん。そんな言い方したら千早ちゃんだって言いづらいよねえ、千早ちゃん。どうせ私はせっかちだよ。悪かったね。ナリちゃんも拗ねないでよ。それで千早ちゃん、さっき言いかけたのは千早ちゃんも見覚えがあるってこと？私もはっきりとは覚えてないんだけど。じゃあ私のこの胸のドキドキも気のせいじゃないってこと？千早ちゃんはあの岸沼って人見覚えある？ううん、あの人には会ったことないと思う。そっか。でもあのメガネの人は見覚えがある。メガネの人ってあの学ラン着た人？うん、ナリちゃんも覚えてない？私は記憶にないな。千早はどこであの人と会ったの？どこって言われてもなんとなく会ったことがあるような気がするだけで。気がするってあんたね。でもあの人確か森重作太郎って名前で。森重作太郎？ナリちゃんも多分会ったことがあるはずなんだけど。そう言われると会ったことがあるような。ということは3人とも何か覚えがあるってこと？うん、だね。会ったことあるはずなのに記憶が曖昧になってる。しかも私だけじゃなくてナリちゃんたちまで。嫌なことが起きなければいいけど。ねえ、しげ兄、しげ兄もこれに参加するの？ああ、助かるのが自分一人だけなら参加しなかっただろうが、マイは俺が助け出すんだ。
シゲ兄がそう言うなら止めはしないけど。なんだ、何か気になることでもあるのか。シゲ兄、絶対戻ってきてくれるよね。ああ、もちろんだ。マユを置いてどこかに行ったりしない？うん、そうだよね。シゲ兄、頑張って。シゲ兄はああ言っていたけど、なんでだろう。もう二度と会えないような。こんなの私の気のせいだよね、シゲ兄。当然、一番手はこの俺だ。文句あるやつはいねえよな。一番は島だね。最初は不利だからボーナスあげちゃおうかしら。もっともゴールできたらだけどね。ボーナスか、なんだかよくわかんねえが面白くなってきたぜ。おい、桐崎。何？俺がゴールしたら、お前を助けてやってもいいぜ。え？ま、それなりの礼はしてもらうけどな。それなりの礼って、あいつ大ろくなこと考えてないよね。どうしたんだ、顔色が悪いみたいだな。え、あ、別に。ゆうや、心配してくれたのかな。ゆうやは参加しないの？どうも興味が持てない。ゆうやは他の男子たちと違って大人だよね。どういう意味だ？気にしないで。なんか困らせちゃったかな。でも困ってるゆうやちょっと可愛いかも。ほんと、島田じゃなくてゆうやならお礼してもいいのに。って、私何考えてんのよ。桐崎、今度は顔が赤いみたいだが。なんでもない、なんでもない。ゆうやにこんなこと考えてたなんて言えないよ。そうか。お、島田がスタートするみたいだぞ。え、まだ合図ないよね。もう待ちきれねえ。さっさとゴールして切り裂きのやつだ。俺だけ先にスタートしても別にいいよな。いきなり落とし穴だ！しまだ！しまだ、フライングは失格だって学校で習わなかった？島田、死んじゃったの？多分。
今回は死なないんじゃなかったの？幸子に逆らった奴は容赦しないということらしいな。でもよ、逆らわなくたって今日っていうサービス期間が終わったら平気で死んだりする現実に戻るんだよな。黒崎、まさかお前参加するつもりか？どの道恐ろしい日常に戻るのなら助かるチャンスは今しかない。違うか？かもしれないが、島田がどうなったかは見たはずだぞ。やめておけ。いや、俺も黒崎に賛成だな。ゴールした人間だけでなく、もう一人助けられるなんて機会はもう来ないような気がするんだ。気がする？お前らしくない理由だが。ああ、自分でもそう思う。だが、ここにいるともっとひどい目に遭わされる予感がするんだ。しかし、うまくゴールできれば、島田以外の白檀の人間は助けられる。それは、俺にも参加しろということか？キザミ、お前が参加すれば、6人助かるんだぜ。しかし、危険すぎる。落とし穴以外にもどんな罠があるかわからない。そりゃ何が待ち受けてるかはわからないけど、でも俺がゴールしたら美月さんを助けてあげられるんだ。そうね、黒崎の言う通りチャレンジする価値はあるわね。木上くんが行かないなら私が行く。何よ二人とも、やる気のない木上くんより私の方がよっぽど役に立つと思わない？でもそれだと俺が美月さんを助けられないんだよな。確かに美月の方が適任かもしれないが。なーに？何か問題でもあるわけ？いや、別にそんなことは。俺も美月さんが一緒の方が心強いし。なあ、クロイ。ああ、そうだな。美月がいてくれた方が助かる場面もありそうだ。じゃあ決まりね。全員で脱出するわよ。白檀高等学校、ファイトー。おお！美月、もう島田くんがいないから全員で脱出って無理なんだけど。それ、気づいてる？おっしゃ、クリア！あ、ヒュー、やったね、リョウスケ。あれ、浦部、みんな何話してたの？この人を見てると不気味というか、でもそれだけじゃないような怖さを感じるよ。ここに残った人たちにはそのテレビでレースの様子を見せてあげるね。それにしてもフライングで早くも一人失格なんて、せっかく集めた情報が無駄になっちゃったわね。
ったん、幸子さんの隣にいる人って愛子よね。あのレーグコレクターでお金にもうるさい情報屋丹羽愛子に間違いないわ。愛子まで幸せの幸子さんを。あら、奈穂ちゃんたらひどいものいいね。あなたがレーグコレクターなのもお金にうるさいのも情報屋なのも事実でしょうが。まあそうね。でも一緒に言われるとすごく印象が悪いじゃない。別々に言っても大差ないと思うけど。言われてみればそうね。じゃあもう一つの奈穂ちゃんの疑問、私がどうしてここにいるかだけど。それはね、幸子が解説役に呼んだのですって。ですってじゃないでしょ。あなたここがどういうところか分かってるの？それはこっちのセリフよ。ろくな知識もなしにここに踏み込んだのは奈穂ちゃんの方でしょ。しかもさやかちゃんまで巻き込んで。今日は仮に呼び出されただけだから、あなたたちを助けてあげることはできない。でもね、こう見えても私ずっと心配していたのよ。どうだか。あらあら、これまで何度となく奈穂ちゃんの危機を救ってあげてきたつもりだけど、ずいぶん冷たいのね。その度にちゃっかりレアなレーグを入手してたのを私が知らないとでも思って。あら、喧嘩は後にしてね。愛子、さっき落とし穴に落ちた島田のこと教えて。どんなやつだったの？じゃあもらった分の仕事はしないとね。やっぱりレーグをもらったのね。そこはそれ、私もプロですもの。さっき失格した彼は島田海君。でもキャラ的には海というよりは不快って感じね。誰うま。薬団高等学校の2年4組、粗暴な振る舞いから恐れられている一方で、不良や一部の女子からはカリスマと崇められていたみたいね。結構悪いやつだったのね。そうね。彼にはなんと彼女が10人、全員に好きなのはお前だけだぜって言ってたそうよ。わあ、最低。お気に入りのサバイバルナイフは実は通販で手に入れたものってあたり、結構小物っぽいわよね。人のプライバシーをペラペラ喋って、情報屋の自覚ゼロなんじゃないの愛子は。でもまさに女の敵って感じみたいだし、少しぐらいならいいんじゃない。まあ11股をかけられる被害者を出さないためにはね。全く同じ男として恥ずかしいやつだよ。ま、俺のさやかは間違ってもそんな男には騙されないけどね。ギャー！どこから湧いたこのバカ犬！グオできたからびっくりするのはわかるけど、さすがにさやか、溝落ちにコークスクルーはやりすぎじゃない？いいのよこんなやつ。
私も人のことは言えないけど、さやかは犬丸くんに厳しすぎる気がするんだけど。単に家が隣で幼馴染だからって当たり前のようにくっついてくるんだよ。これくらい厳しくしてちょうどいいよ。気持ち悪かったよ、なほたん。犬丸くん結構頑張ってると思うけど、多分さやかが行方不明になった後必死に探してたんじゃないかな。ギャー、犬丸が私を探し回ってたなんて想像するだけでゾッとするよ。なほたん、そんなキモい想像させないで。やだな、さやか。そんなに恥ずかしがることないのに。君のためなら、たとえ地獄にだってはせ参じるつもりでいたからね。っていうか、ほんとなんであんたまでここにいるのよ。ゲームだけやってる人には誰だかわからないくせに。何をわけのわからないことを言ってるんだい、さやか。俺とさやかがステディーな関係だってことを知らない人がこの世のどこにいるって言うんだい？な、関係じゃないし、もちろん知ってる人なんてどこにもいないし。照れちゃって。俺のさやかは本当に可愛いな。誰がお前のだ。今度は耐えた。さやか、俺の学習能力を甘く見たな。この犬丸に同じ攻撃が二度通用しないのはもはや常識。いつからそんな常識ができたのよ。それにこれだけ言っても私に気がないとわからない男の学習能力をどう評価しろと。またまた。さやかが俺に気がないとしたら誰が好きだって言うんだい？なほたんに決まってるでしょ。なほたんに。それもどうかと思うけど。なほたん冷たいよ。というか、もっと別に聞くことがあるでしょ。そうだった。犬丸、なんであんたがここにいるのよ。もちろん愛が起こした奇跡だよ。聞いた私がバカだった。真面目な話、幸せの幸子さんをしたわけじゃないわよね。俺、こう見えて友達いないですからね。さやか以外興味ないものね、犬丸くんって。そういえば、さっきまでいた田口さん29歳がいなくなってる気がするけど。私さっき見たよ。どこに行ったの？詳しくはわからないけど、ビデオカメラ片手に外にフラフラーって。はあ、本当にもう空気読めない。心配？まあね。でもさやか、追いかけちゃダメよ、危ないんだから。さえのきさん、多分だけど、その田口さんって人、なんか丹羽さんと話していたよ。合言葉？正
確には幸子と丹羽さんですけど。嫌な予感がする。バカ犬、愛子さんはともかく幸子さんと話してたら止めるとか何かあるでしょう。止めてたら褒めてくれたのかい。俺のさやかは褒めるわけないでしょう。というか誰があんたのものだって。本当に照れ屋だな、俺のさやかは。幸子、関係者っぽい人を適当に連れてきたからよくわからないんだけど。ねえ愛子、あのかわいそうなお兄ちゃんは誰？一言で言えば、さやかちゃんの犬かしらね。なんてことを言ってる間にレースは始まってました。1位は篠原聖子選手。聖子早い早い。篠原選手、スタートは遅かったはずなのに驚くべき速さで1位に躍り出ました。まるでテレポート能力でもあるかのようです。テレポート、テレポート。私ぶっちぎりだよナオミ。コロミ、やったじゃん。頑張れ。内臓だし。ひどい光景。でも今の私はこんなことでくじけたりしない。なぜなら私の心にはナオミへの愛の炎が燃えているから。落とし穴に落ちる。ヤジも気にならない。ナオミの応援しか私には聞こえない。今日という今日は速攻で片付けるよ。そしてナオミと一緒に脱出するの。え、今セイコなんて言ったの。私脱出ゲームに参加する。危ないよセイコ、さっきの赤い髪の人がどうなったか見たでしょ。うん、でもこのまま手をこまねいてても、このままじゃきっともっとひどいことになるから。ナオミだってなんとなくわかってるんでしょ、私たちこのままじゃ大変なことになるって。うん、はっきりとは思い出せないけど、私たちここで何度もひどい目に遭ってる。だからここは私にお任せ。でも聖子。どうしたのナオミ。聖子が首をつってる場面が。うん、ごめん聖子、気のせいだよね。気のせいじゃないと思う。多分私ここでそうやって死んだんだよね。だったら。だからこそだよナオミ、私その運命を乗り越えてゴールしてみせるよ。それって私のため。うん、私とナオミは親友だから。そう、親友。ナオミにとって私は親友。私にとってはもっと大事な存在だけど。親友だから、私ナオミと一緒にここから出たいの。聖子。ナオミは持田くんとの方がいいかもしれませんが。聖子、
それは冗談として、そういうわけで篠原聖子脱出ゲームに出動します。聖子、ちょっと待って。止めないで、ナオミ。うん、もう止めない。でも、ちょっと待って。私にできる精一杯の激励なんだから。ごめん。そしてありがとね、ナオミ。聖子、私もう止めない。でも絶対無事にゴールしてね。約束だよ。体が軽い。こんな幸せな気持ちで走るなんて初めてかも。もう何も怖くない。ナオミのためにも頑張らなくちゃ。私、一人ぼっちじゃないんだから。それはどうかな。お前はピエロかもしれないぞ。に穴が開いてて先に進めないみたいだけど、コース間違えたかな。そこのドアが開いてる。廊下を走って各教室の障害をクリアしていくってことか。でもせっかくのところ悪いけど、一気に決めさせてもらうよ。ナオミは気づいたみたいね。でも聖子にはもう聞こえないよ。向こうへの音声切っちゃったからね。まあ、幸子ちゃんたら残酷。えへ。
パンの化け物！パンが襲ってくるとは、ここはパンの惑星？なんでふざけてる場合じゃないか。確かに聞こえたよ、ナオミの声。ナオミが私を心配する声聞こえたよ。ナオミが私を助けてくれたんだよ。え？嘘。とろり、来たー！来たーボロリ、ボロリ、ボロリ、ボロリ。成功、成功。無理にでも止めるんだった。こうなるって。私が自分を信じきれなかったから。中島さん、あなたのせいじゃないわ。いいえ、私のせいなんです。聖子が助からないのは私知ってたんです。全部私のせい。聖子、ごめん、ごめんね。中島さん、いいえ、あなたのせいじゃないわ。教師である私がもっと用心してみんなを守ってあげられなかったから。あ、サチコ、ファクトを解除するのを忘れてた。それじゃあ聖子は絶対死んじゃうよね。あらあら、幸子ちゃんたら、うっかりさん。えへへ。うっかりさんで済むレベルじゃないでしょ。パン食い競争の次は、普通の廊下ってわけないよな。なんだよこの長い木の板、なんかの漫画でこんなの見たぞ。それにしてもなんて高さだよ。暗くて下よく見えねえし、これは落ちたら死ぬかもな。もしかして他にも見えないトラップが仕掛けてあるとか。何してるの黒崎。何って、こんな場所をいかにもトラップが仕掛けてありそうだし、よく見てから渡らないと危ないだろ。それで何か分かったの。それがさっぱり。だったら考えるだけ無駄じゃない。それはそうかな。ほら、さっさと行くわよ。美月さん？細いけど思ったより頑丈みたい。大丈夫、焦らなければ十分渡れるよ。今は大丈夫でも、先に行くほど細くなってるから危ないって。え？暗くてよく見えないけど、なんで知ってるの？もう漫画ではそうなってたんだよ。だとしても渡るしかないでしょ。だな、お前が続かないのなら
次は俺が行かせてもらう。ふ、フクロイてめ、用心するに越したことはないが、心配のしすぎもどうかと思うぞ。ああ、それからお前が渡るときは少し距離を空けてくれよ。まとめて落ちるより一人でも多く生き残れるようにしたい。わ、分かってるっての。とは言ったものの、やっぱり嫌な予感しかしない。黒崎は幸子が何かするかもって疑ってるの？そりゃそうだよ。こんな状況じゃ誰だって疑うさ。でもここに対しては幸子は何もしないよ。え？マジで？うん、信じる信じないは黒崎次第だけど、信じた方がいいと思うな。幸子ちゃんには約束を守らないといけない理由なんてないものね。そうだよ、クロサギなんかプチッとやっちゃってもいいんだから。そうだな、確かに疑っても意味ないよな。それに美月さんも言ってたけど、考えてもわからないなら進むしかないよな。どど確かに細いけど渡れないってほどじゃないな。靴の真ん中を意識してすり足と。これなら渡れそうだな。って、おい！あの、もしかしてそのハンマーは。ちょっと待て、落ちるっての。うわ、何もしないって言ったじゃないか。うん、言ったよ、幸子は何もしないって。でもデクの坊が何もしないとは言ってないでしょ。小学生かよって、本当に小学生だったっけ。つか、落ちるって。このハンマー、ただ叩いてるだけじゃない。一回打つたびに確実に揺れが大きくなってる。黒崎、強振だ。キータの固有振動数に合わせて強打することで、衝突で伝わるエネルギーがさらなる振動を生んでるんだ。このままじゃいつか落ちる。どうすればいいんだ。その時、黒崎の脳裏に電流が走る。まさに悪魔的ひらめき。この状況を脱するたった一つのアイデア。ギブアップ、ギブアップだ幸子。ギブアップだって言ってるだろ。もう諦める。だから叩くのはもうやめてくれ。うわ。
何がギブアップだ。そんなものが認められるとでも思っていたのか。え？キザミ？すまん、黒崎。キザミ、なんでお前が！見苦しい仲間に対する怒り、俺にもそんな感情があったとはな。仲間？仲間だと？俺は黒崎のことを仲間だと思ってたのか。ふん、くだらない干渉だな。ヒザミ君、あなた今何をしたの？見ていたのならわかるだろう。蹴り落としたんだよ、黒崎を。この人殺し！人殺し？それはちょっと違うな。何が違うって言うのよ！落ちないように頑張ってる黒崎を、あなたは蹴り落としたじゃないのよ！黒崎はもう失格だった。つまり、いずれにしても死んでいたわけだ。俺はそれを少し早めたに過ぎないんだよ。それを世間では人殺しって言うのよ！山本、なんでこんな簡単なことがわからないんだ？逆に理解に苦しむ。白団のみんなを助けるレースに参加しないだけならともかく、どうして黒崎を？黒崎はあなたの友達でしょ？友達。友達ね。俺にそんなものがいたなんて知らなかったよ。少なくとも黒崎はあなたのこと友達だって思ってた。あいつは不器用だけど悪いやつじゃないんだって私たちに言ってたのに。俺は黒崎が思っているような人間じゃない。つまりあいつは俺のことなんて分かっていなかったのさ。ええ、そうね。こんな奴だって分かってたら、黒崎だって。美月、落ち着け！落ち着け？福来、あんた本気で言ってるの？こいつは黒崎を蹴り落としたのよ！分かってる。俺だってこの目で見たんだからな。だが、今は言い合いをしている場合じゃない。フクロイの方が状況判断ができているようだな。キザミ、一つ聞いておきたい。このレースに乗り気でなかったお前がなぜここにいる？なぜね。答えはとてもシンプルだ。シンプル？それはどういう？いいだろう。お前たちにも分かりやすい姿となって追い落としてやろう。
スイッチオン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン、イレブン、トゥエルブ。カウント長すぎじゃないか、さすがに。そう焦るなよ、フクロイ。死の世界への秒読みだと思えば、そう長くは感じないだろ。というか数字が増えてるじゃないか。キサミ君の体に真っ黒いモヤモヤが絡まってる。彼の身に何が起きてるの？国家？39!40! 変身！人体模型！来たー！な、人体模型だと？気をつけろ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。優しくなかったし、変身つうか今かぶり物かぶったよね。見てたよ。何その気持ち悪いの。理科室の標本。山本、どうやらお前から死にたいようだな。死にたくなんかないわよ。だが殺す。リミットブレイク。模型キック。みつき。お前だけは、お前だけは生き残ってくれ！え、福井！見つけ！クロイのやつ、くだらない邪魔をしやがって。おかげであっさり殺しちまったじゃねえか。サミ君、あんた何なのよ。え？これまで一緒に過ごしてきた仲間をあんな簡単に殺しちゃえるなんて、命の重さを何だと思ってるの。本当に何とも思わないわけ。お前も、お前もバカねえみたいなことを言うんだな。はあ、まあいい。お前のさっきの質問だが、答えはイエスだ。俺は何とも思わない。なんと、それでも人間なの？さあどうだろうな。少なくともお前たちのようにくだらない馴れ合いを楽しいとは思わない。だから私たちを殺そうって言うの。俺は全てのものに対して平等にその命を輝かせてやっているに過ぎない。なあ山本、お前も見せてくれるだろう。目がくらむほどの眩しい輝きを俺に。
ああ、そうか、そうだな。お前には熱い抱擁をくれてやるよ。もっとも、俺もかなり熱いんだがな。これが俺のファイヤーステイツってやつさ。あはははははは。熱いぜ、熱いぜ、熱くて死ぬぜ。熱い、熱いよ。山本、お前にもすぐにこの熱さを分けてやるからな。いやー、なんじゃないわよ。あんたなんか勝手に燃えて死んじゃえ。なかなか癖の悪い足だな、山本。この状況で俺に蹴りを繰り出すとは。しかもいきなりのミドルキック、いいセンスだ。だが、いかんせん腰が入ってなかったな。おっと、怖いからってあんまり暴れるなよ。俺まで落ちてしまうじゃないか。あら、お前も落ちろ。な、どうせ助からないならあんたも道連れにしてやる。バカだ、こいつ男らしすぎる。悪かったわね、男らしくて。お前も落ちろ。うわっ、侮っていた。この女の爆発力、人間の中にこれほど思い切れる女がいたとは。あんたに褒められても嬉しくないわよ。どうせ死ぬならせめて黒崎と袋井の仇は討ちたかっただけよ。己の命よりも仲間を思う気持ちが勝るとは、人間とはわからないものだな。私だってわからないよ。でもわからないからわかりたいって思うんでしょ。それじゃ扉を開けるわよ。うん。あら？あ？どういうことだ、嫁？私にもなんだか。
遅い登場だね。セントクルス女学院2年3組高井あずさ、1組小林蘭。危ないから下がってなさい。だ。何？歯向かうの？赤い服。あなた、学校中に落ちていた猟奇術アルポに乗っていた子ね。嫌い。罪もない人をたくさん閉じ込めて、あなたは。ああ。今日はそういうのなしだから。え？今日は文化祭の日だから、今は訳あって運動会みたいになってるけど。沼の岸で、そのナイト君たちはここから脱出をかけてレースの最中なの。ゴールしたらもう一人連れてここから出られるんだけど、あなたたちも参加する？二人で出られるってこと？しておくわ。このまま放っておけないもの、幸子ちゃんのこと。嫁、さすが嫁なのだ。だったら少しおとなしくしててね。ナイト君たちの努力無駄にはしたくないでしょ。そうね、それは私としても本意じゃないから。よし、じゃあ嫁の心意気に免じて私もおとなしくしててやるぞ。ありがとう、ラン。何、当然のことだ。田くん、あの子たちなんだか見覚えがない？どうだろう、あれだけ特徴のある子たちなら覚えてそうなものだけど。そう？じゃあ気のせいかな。でも私、二人にどこかで会ったことがあるような。聞いた渡りの次は、また教室か。今度はどんな仕掛けがあるってんだ。ん？森重、何してるんだ？岸沼か。なんだ、進めないのか？クイズとかそういう系のやつか。いや、頭よりは体を使う方だな。ま、見てくれ。なんだこれ、猫の耳がついてる。メイド服ってやつか？
森重、お前そういう趣味があったのか。あるわけないだろ。だから困ってるんだ。困ってるってことは何か。この箱を開けると衣装が入ってて、出た衣装を着ないと先に進めないってことか。幸子の説明によるとな。そういうこと。ほらほら、岸沼もさっさと選んで次の部屋に向かってちょうだい。あいつのことだから、どうせ他の服もろくでもないやつなんだろうな。その可能性大だ。本当に着ないと進めないのか。試しにドアを開けようとしてみたが、びくともしなかったよ。だよな。やっぱり幸子が決めたルールに従わなければいけないってことか。篠崎を助けるためとはいえ、俺まで恥ずかしいメイド服を引いたら冗談じゃねえぞ。おい、名も切られっか。女子が来ることも考えてのチョイスかと思ったが、どうやらただの嫌がらせらしいな。お前も冷静に分析してる場合かよ。岸沼、お前はメイド服とウェディングドレスならどっちがマシだと思う？あ？俺はウェディングドレスの方がマシだと思う。そうなのか？俺はどっちかというとウェディングドレスの方がねえと思ったけど。ならお互いの衣装を取り替えるというのはどうだ？不本意であることには変わりはないが、お互いにマシと思う方を着るってことで。衣装を取り替えるね。そうだな、そっちの方が少しはマシだもんな。では交換だ。これでよしと。助かったぜ。こんなの一人じゃ着られないからな。それはこっちもそうだ。だな。この猫の耳も衣装の一部なのかな。まあいっか。本当につけなくていいのか、それ。もしかしたら先に進めないかもしれない。そん時はそん時だろう。まあそうだが、一応持って行った方がいいんじゃないか。うん、そうだな。ちょっと待っててくれ。いや、先に行く。どうせすぐ追いつくだろう。きっと次もまた障害があるに決まって。いるかあかなかなあ。森重、森重！うわあ！なんで！
嘘だ。うあ嘘だ。もう嫌だ。なんだよ、なんなんだよ、なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。なんでお前の死に顔なんか見なきゃいけねえんだよ。ふざけんなよ森重、お前のそんな姿見るくらいなら俺が代わりに切ればよかったんだ。心配かけないように強がってることぐらい分かってる。こんなの見せられて平気なわけないもの。なりちゃん、なりちゃん、ね、こんな時にそういうネガティブなこと言わない。だって今そんなこと言ったって仕方ないじゃない。あんた以上にナーナがショック受けてるの見ててわかんないの。ごめんなさい。ありがとう、ナリちゃん。それに、千早ちゃんも、ナーナちゃん、すごくショックだけど、多分、お友達の人たちの方が、ずっとショックだよね。そう、だね。うん。よし。森重、ひどい、こんなのって嘘でしょ。しげに、しげに、さちこ、やっぱりルールは守らないといけないと思うの。だからって、こんなやり方、みんな幸子に乗せられて死んでいくだけじゃないか。お兄ちゃん大丈夫だ、ゆか。俺は絶対死なない。ダメだ、みんな不安になってる。俺がしっかりしないと。あのね、お兄ちゃん、ゆか、おしっこ行きたい。
ああ、なんだ、おしっこか。いやー、お兄ちゃん、声大きいよ。ごめん。じゃあ、俺がトイレに行きたいってことにするから、ゆかは一緒についてくるってことにしよう。でも、幸子！何？トイレはどこに行けばいいんだ？サトシ、こんな時に何言い出すのよ。あんたには緊張感ってものがないの？仕方ないだろう、生理現象なんだから。ごめんね、お兄ちゃん、ゆかのせいで。トイレなら後ろの方にあるよ。見るでしょ、そこの扉。ああ、あれか。でも簡単に行けるとは思わない方がいいかもね。私もヨシキさんたちみたいに。心配するな、ユカ。俺がお前を守ってやるから。うん、そうだよね。あれ、ユカち、おしっこ行きたいの？私じゃないよ、お兄ちゃんが一人じゃ怖いって言うから。だったらお兄さん、ちょっと外に出てしてきたらいいですよ。え？私さっきしてきましたから大丈夫でしたよ。大丈夫でもダメだよ、さつきちゃん。どうして？どうしてって、さつきちゃん、もう中学2年生なんだから。でも外は誰もいないし、みんなテレビに夢中だったから。怖い仕掛けがあるかもしれないトイレよりずっと安全だと思うけどな。それはそうだけど。それで行くの？行かないの？そんなこと言われたら怖くて行けないよ。ゆかお姉ちゃんのそういうところ、幸子好き。そうなの？でも言うこと聞かない岸沼たちは大っ嫌。だから殺したのか。幸子ちゃんとチャンス与えたよ。でも岸沼たちは従わなかった。素直に楽しんでおけばよかったのにね。だから俺は反対したんだ。この場所や幸子はそんな簡単じゃないんだ。ちゃんと決まった手順でないとどうにもできない、そういう相手なんだ。悔しいけど、やはり今は逆らっちゃダメだ。ナオミやユカたちまで危険にさらしてしまう。それはそうだよな。サトシも素直だから好き。ありがとう。サトシなら見せてくれるよね。サチコ、ラブコメ見たいな。見せたくないわけじゃないけど、もう役者がいないじゃないか。サチコ、ラブコメ見せてくれるなら死んだ人たちも生き返らせてあげるよ。お姉ちゃんたちここで何度も死んでるし、幸子にかかれば元に戻すくらい簡単だよ。
あら、幸子ちゃん、そんなにすごいことができるの？幸子、ここでは神様みたいなものだもの。はい、元通り。お疲れ様の一言で、全部元通りにできるの。まあ、すごい。愛子も何を考えているのか、って言いたいところだけど、今は幸子の言う通りにするしかなさそうね。真帆ちゃんにも、やっぱり幸子さんをどうにかするのは無理なの？除霊の力をぶつけてやりたいけど、あの子全く隙を見せないの。今は従っておくしかないわ。響先生にも会えてないし、私もまだ殺されるわけにはいかないから。神様同然か。その辺の悪霊とかとはレベルが違うんだ。ええ、幸子は大きな力で生み出されたこの異空間のコアピース、まさに神と呼べる存在。正面から力押しじゃ到底勝負にならないわ。ってことは、あの子たち台本通りにするのかな？でしょうね。わかった幸子、俺がラブコメに参加する。だから俺ゴール。え、さっきの声、まさか犬丸みたいね。オール！さやか、俺の活躍見ててくれたかい？かけらも見てない。っていうか、あんた何着てるのよ。さやかのお気に入りの私服ですか？何か何当然って顔して言ってんのよ、あんたは。世界競争で出ちゃったんだから仕方ないだろう。大丈夫、外に戻ったら綺麗に洗濯してさやかの部屋のタンスにしまっておくから。人の部屋のタンスに勝手にしまうな、この変態。じゃあこのままもらってもいいの？捨てなさいよ。むしろ念入りにしっかり燃やせ。誕生日プレゼントにお母さんからもらった大事な服なんだろ。だからなんでそんな詳細まで知ってんのよ。もういらないから。お母さんには私から謝るし。わかった、謝るのも俺が責任持ってやっておくよ。全部俺のせいだもんな。さやかが悪くないのに謝らせるなんて俺にはできないからさ。殴りたい。なんかいい話に持っていこうとしてるみたいな犬丸を殴りたい。そばにいたら真っ先に殴ってるのに。どうどう、さやか少し落ち着いて。ん？犬丸くんのせいでせっかくまとまりかけてた話が崩壊しちゃったんだけど。え？できるなんて、どうして？どうして？春雪くんは今までここで死んだことがないから。それに彼の血筋にも関係があるのかもしれないわね。でも幸子ちゃん大丈夫よ。え？彼を約束通り返してあげれば、それで幸子ちゃんも満足いく展開になるはずだから。
そうなの？ええ、そこは保証するわ。ダメだったら約束の礼具は返してもいいくらいに確実な話だから。よくわからないけど、愛子がそこまで言うなら。犬丸、ゴールおめでとう。ありがとう。約束通り、犬丸は元の世界に返してあげるね。それでもう一人のパートナーは誰にするの？もちろん、俺のさやかと帰らせてもらう。さ、一緒に行こう、さやか。だが断る。え？あんたと一緒に帰るってのがそもそも論外だし。え？ナホタンと一緒じゃないなら戻っても意味ないし。早く帰りたがってたじゃないか。明日まで待つのが嫌なんだろ。理解してないし。大きなお世話ありえないから。生理的に無理だし。だから言ったでしょ、幸子ちゃん。今最高の気分。というわけだから、一人で帰ってね、犬丸お兄ちゃん。よかった。かわいそうな犬丸くん。いいのよ、あんなやつ。それとも、ナホタンは私がナホタンを置いて帰った方がよかったって言うの？そうは言わないけど。でもさやかにとっては、その方がよかったのかもしれない。なんて言ったら、さやかは誇るんでしょうね。他に挑戦者はいないの？いないなら終わりにしちゃうよ。まあ、この状況で名乗り出るなんて、よほどの度胸の持ち主よね。確かに幸子は、ゴールさえすれば、脱出させてくれるみたいだ。でもさやかって子が言った通り、二人だけで逃げ出したって意味がないんだ。俺は、みんなと一緒に帰りたい。そのためにはやはり今は幸子に従うしかないんだ。お兄ちゃん、ゆか、ごめんな。もう少し怖い思いをさせるかもしれない。みんなで一緒に帰ろう。サチコ！サトシが今度はチャレンジするの？いや、違う。俺がラブコメに参加する。だからヨシキたちを元に戻してくれ。そういえばラブコメの話だったね。他の人もそれでいいの？私は最初からそのつもりだったし。ラブコメをするなら聖子は帰ってくるのよね？もちろん帰ってくるよ。じゃあ私もやるわ。私もやります。マユは出てくる予定ないけど。それでもシゲ兄が戻ってくるならやります。私も参加するわ。先生もやるのね。ゆかは？私も頑張るよ。何をすればいいかは分かんないけど。
私もやるわ。私も。よくわからないけど、私も名前が上がってるなら協力するわ。ちょっと読め。勝手に危ないことに首を突っ込まない。危なくはないよ、幸子ラブコメが見たいだけだもの。ラブコメってことは、嫁が私以外と仲良くするってことか。ダメ、それ絶対ダメ。ラン、少しは場の空気を読んで。いやだ、嫁は私だけのものなのだ。あずさお姉ちゃんはハーレム担当じゃないけど。そうなのか、じゃあいい。ということは誰も異論はないのね。みたいよ、幸子ちゃん。じゃあ、はい、元通り。お疲れ様。あれ、ここはどこ？成功！どったの、ナオミ。失っちゃうところだったんだから。あ、また死んじゃったのか。ごめん、心配かけて。でも戻ってきてくれたからいいよ。よかったわね、高島さん。どうしたんだ、マユ。シゲ兄が戻ってきてくれたのが嬉しくて。戻ってきた。さっきまで俺は何をしてたんだ。まるで何か悪い夢でも見てたような気分だよ。うん、きっと悪い夢でも見てたんだよ。出したらまたおかしくなっちゃうのかな。どうしたの、ナホタン。元通りって言っていたのに、犬丸くんが戻ってきてないみたいだけど。あんなやつ最初からいらないし。どこかで死んでた方が犬丸くんにとっては良かったってこと。さすがにさやかも犬丸くんが死んだら悲しむわよね。ここは行動か。よしき。んだよ、気持ち悪いな。よしき、本当に生きてるんだな。そりゃ生きてるだろうな。もう岸沼くんまで心配かけさせるんだから。心配なんだかわからないが、篠崎のやつ、俺のこと心配してくれてたってことか。女の子に心配させるなんてだらしないよね。ああ、誰がだらしないって。あなたのことでし
名前が抜くわよ、ナイト君。だから俺は騎士沼で、騎士とかナイトとか関係ねえ。ってなんだ、なんだこの記憶は。あら、私とのこと思い出してくれたの。変な言い方すんな。何が私とのことだ。私とのこと、何それ。というか岸沼くんとこの綺麗な子、知り合いなの。私がどうかしたかしら、篠崎さん。え、あ、いえ、何でも。あれ、この子私の名前知ってる。どういうこと。私も岸沼くんもこの子と以前に会ってるってことなの。というわけで、サチコは約束通り元に戻したからね。ああ、今度はこっちが約束を守る番だ。サチコの台本通り、俺たちがラブコメを見せてやる。しっかり目に焼き付けろよ。ノリが違うと思うよ、サトシ。そうかな。ですって、サチコちゃん。よかったわね。うん、サチコ。ラブコメすごく楽しみ。いろんなラブコメたくさん見せてね。